今日は浅草にやってきました。前回浅草の歴史や観光名所を勉強したので、今回は食べ歩きを堪能しましょう。浅草を食べ尽くすわん。仲見世から攻略していくにゃ。今日も浅草は人でにぎわっていますね。お正月前ということもあり、空にはおめでたい装飾品がたくさん飾られています。さて、まずは左手に見えるこちらのお店、きびだんご東です。江戸時代に仲見世に存在したきびだんごを再現しているそうです。ここでは出来たてのきびだんごを食べ歩きすることができます。ちなみにきびだんごはきびという穀物で作られたお団子で、もちもちとした食感が特徴的なんですよ。きな粉をたっぷりまぶし、それを袋に詰めて提供されます。今日はとても寒い日なので、一緒に甘酒もいただきましょう。お盆にひとまとめにしてもらいました。裏にあるテーブルでいただきましょう。うさぎのパッケージが可愛いですね。お団子は小さな四連になっていて、表面にはたっぷりのきな粉をまとっています。お味はいかがかにゃ。きな粉舞うほど大胆に食べるのがいいわん。とっても柔らかで美味しい。非常にもちもちしています。浅草といえばきびだんご東というくらい人気のお店なので、いらした際にはぜひご賞味あれ。こちらは船輪です。船輪はプチッとした食感が楽しいあんこ餅や芋羊羹で有名ですが、こちらは芋羊羹を元にしたスイーツが楽しめます。どれにするか迷うわん。変わったどら焼きやソフトクリームがありますが、やっぱりこれですよね。どれだわん。答えはこの可愛い包み紙の中にありますよ。じゃーん、焼き芋羊羹にしました。名物の芋羊羹をこんがり焼き、バターを乗せてあります。食べ歩き用に少し固めに作られています。まずは一口いただきます。さつまいものホクホク感と甘さがしっかり感じられるお味です。和風スイートポテトのようだにゃ。まさにその通りです。芋羊羹の新しい楽しみ方ですね。さて、引き続き仲見世を歩いていきますよ。人がたくさんの仲見世、私たちのように食べ歩きを楽しむ方でいっぱいです。たくさん美味しそうなものがあるから目移りしそうですね。お店によっては購入品のお食事ができるスペースも設けられているので、安心して食べ歩きができます。お、次はこちらの御鳩堂で人形焼きを購入しましょう。御鳩堂は人形焼きを1個から購入できるので、いろんなお店で食べ歩きしたい方にぴったりなんですよ。僕みたいな食いしん坊にぴったりだわん。雷門の形の人形焼きが入っていました。一つずつ丁寧に梱包されているので、複数買いして持ち歩きをしても安心です。機械で焼いた人形焼きなので、焼きムラもなくつるんと整った見た目をしています。ベビーカステラのように卵とバニラの風味が効いた優しい味わいです。日持ちも1ヶ月するので、お土産として配るようにしてもいいですね。右に曲がってみるとスカイツリーが見えますが、その下にあるお芋屋さん更新で大人気のお芋スイーツを食べましょう。スイートポテトや種類豊富な大学芋が並んでいます。大学芋は砂糖が絡んでキラキラしてるにゃ。輝くお芋に私も惹かれたので、愛子町という品種のさつまいもを使った大学芋カップを購入します。ゴロッと大きなさつまいもに蜜がたっぷり、キラキラ輝く姿は宝石みたいですね。どんな味なのか楽しみだわん。表面はカリカリです。一口かじってみるとホロホロした食感でとても優しいです。
蜜は甘すぎず少し醤油の香ばしい風味が楽しめます。みんなでシェアして食べましょうね。さてさて、どんどん進んでいきますよ。今日はとっても天気がいいわ。これだけ天気がいいと冬でも外で楽しい時間を過ごしたくなりますよね。さあ本堂が近づいてきたので、仲見世の食べ歩きはこちらで最後にしましょう。こちらは浅草ここのえ、浅草名物揚げまんじゅうのお店です。おまんじゅうはそのまま食べても美味しいですが、揚げるとさらに美味しくなるんですよ。揚げまんじゅうは11種類販売されています。時期によっては期間限定のお味も販売されているんですよ。今のシーズンはいちご味だそうです。今回はオーソドックスな揚げまんじゅうにするにゃ。綺麗な丸ですね。見た目だけだと味の違いはわかりませんが、割ってみると中にはこしあんがぎっしり、湯気も上がるくらいほかほかです。さていただきましょう。こしあんはトロトロで、揚げまんじゅうの衣と絡み合います。ほかほかなのでゆっくり食べましょうね。何個でも食べられそうだわん。次はお惣菜系の揚げまんじゅうにも挑戦したいですね。さて本堂にご挨拶しに行きましょう。参拝方法は前回浅草に来た際にマスターしましたね。今回は何をお願いしましょう。そうだ、この後も美味しいものにたくさん出会えますようにとお願いしたいと思います。この後は西参道方面に向かいますよ。何やらこちらには大人気のメロンパン屋さんがあるそうです。お散歩しながら向かいましょう。